夢馳せて時を超えて蘇りしが我ら始まりました。
ました。ねえ、始まりますね。今日からね、気温もいたい、見るのが初めてっていうのがあるじゃないですか。今年気温もいたい見るのが初めてっていう方も気温もいたい初めて、気温もいたい初めて、気温もいたい初めての方、今日あ、結構いらっしゃいますよね。いやー、ありがとうございます。ちなみに気温もいたい初めて見るという方、初めて、あ、それはないんですよね。おお、なるほど、ありがとうございます。みんな警戒してるんじゃないか。もうバレてきた。もしかしたら気温もいたいがどんなんだったか忘れてるのもいいかもしれない。どういうこと？気温もいたい初めの方が今日いらっしゃるってことは、まあ、年をまたいてるから新しい年になって、あれ気温もいたいってなんだっけど記憶が抹消されて捨てて来ないと思うんだよ。なんかパブロフの現象みたいな、今日なんか行かなくちゃいけない気がするみたいな感じで今日来て、でも気温もいたいってなんだっけ、なんかカラフルな人たちなってるかもしれないから、ここは一発の脳みそを起こすためにバコーンと大きな声を出すのにいかがでしょう。それが大事だね。ね、これね、いつもこんにちはでやってるんですけど、こんにちはいいですかね、果たして何がいいのっていうの、なんかないですか。明けまして、あ、しませるか。いいじゃない。じゃ、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。長いね。ワンセットが長い。おそらく途中で声枯れてくる。何がいい？何って今年もよろしくお願いします。2017年とりと一番喉に響かない。あ、なるほどね。とりとこれだし。知らない。とりとりとり。あ、そういうこと。とり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 。なんかまさかとり応援してたし。とりとり。じゃあもう。一応に気合を込めて、そうですね、あなた方命がけの鬼ですからね。それがどれくらいの鬼か私はずっと見てますからね。命がけの鬼、命がけの鬼を見せます。命がけの鬼見てたらいいよ。行きますよ。皆さん一文字に気持ちを込めてください。行きます。発音しにくいの。発音こりきました。そなたらの命はそんなものか。ちょっと、ひやまり様、おっこで。全然そんなことない。ガウンだよ。ガウンだよ。ないよ、こんなに怒ってることないよ。こっから出てくる命の泉を吐き出せ。行くんだ。行こう。皆様、今聞きましたね。いますよ。150周年ということで、そう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 、
はい、あの2017から150引いたらさあいくつ1868年が開校でございますね。そこから150周年ということで、神戸を、ね、2017年、1年間かけてですね、いろんなところで各地イベントがございます。我らもね、なんか150周年にちなんでなんかやりたいですね。そうですね、なんかいろんなところで本当にやってるみたいなんで、我らもやりましょう。何か何がしたいですか。150周年で歌えばきっと何か開校につながります。とりあえず何かにつけて開校150周年をつける、つけたらそれのイベントになる。どうも神戸清盛でございます。もう始まりのとするわけだよね。我ら開校150周年神戸清盛。神戸も自身になっちゃったね。あの調べますとですね、小さいものから大きなものがイベントですけども、大きいものか小さいものまで全て開校150周年つけたらイベントになるみたいなんですよ。そういうこと？やりましょう。そうそうね、イベントになるんだ。今度じゃあ鍋してみたいな。開校150周年鍋。記念、記念鍋。港でやったらいいじゃないですか。あ、いいですね。港鍋。うん、港鍋する。寒いよ。とにかく我らも仲間にしていきましょう。いいですね。そういうのやっていこう。落ち着いたので、ね、150周年ですけども、そんな今年なんですが、実は来年、はい、もう早いなんですね。来年2018年は我らが棟梁平清盛公が900歳を迎える年になります。ちょっと重たいですね。やりましょう。いや、もう今年も乗ってんじゃない。本当重たいなんだよ。とうとうなんか最長齢というような感じですね。最長齢。何わけのかな。宝石旧約生なのにこんなに高度が絡まると思わない。気になりますね、それ。これね、直さなくて話つないといて。150じゃねえ。あの旧約生来年、なんとかして、はい、我々神戸基本の遺体で神戸の街を巻き込んでの棟梁の900歳祭をできないかなということを現在目論んでおります。お祭りですよ、はい、お祭りやりたいな。最後祭り、はい、希望は分かんないですけどね。できれば、なんですか、神戸祭りぐらいやりたいんですから。ああ、いいですね。やっといて。そば飯、そば飯、そば飯、そこばかりやる。そば焼き、そば焼き、そば焼き、カステラ。もうええわ、食べ物ばっかりや。あのことなんかあれがそうです。900歳祭ってことで、野菜を、あ、野菜、違う、食べ物やめよ。だから、食べ物からレンコン置いとけよ。ああ、いいですね。900歳祭担当したらいいじゃん。野菜担当。あの、皆さん手伝ってくださいね。レンコン掘りは大変なんで。皆さんで行きましょう。そのあたりでね、淡路島くらい行ったら。ツアー、この人ツアー。本当だ。ね。うん。開校記念にして、150年記念ツアーしたらいいね。え、ツアーやるって言ったら行ってくれます？なんか、あんまり言ってもあんまり言ってもあんまり言ってもこれ怪しいイベントになってるから。内容によるわ。まあ、おいおいね。おいおい高いまあ、来年は900歳祭をやりたいということが心出ますから、もしそうなったときは皆さんぜひね、あのご協力してみんなで一緒に盛り上げていければいいかなと思っていますので、よろしくお願いしますよ。はい、いや、それにしても先ほどね、あの来年は900歳と言いましたけども、今年は899歳になったんですよね。ついこの間ね、ついこの間おめでとうございます。それにしても最近な、どこに行っても宗盛よりイケメンと言われる重盛だよ。ああ、私よりもツイッターと称される友盛の方がイケメンだよ。いや、とんでもございません。この、我らかよこの持ち肌素晴らしい。足振りでございます。足振りの重盛の方がイケメン。マジ言ってやる。いや、わしなんかよりも見てください、あそこに可愛い子供だよ。この子がイケメンじゃん。この子が、どうもございません。いや、わしらを蘇らせたら実は気温がイケメンなのだと。いや、今日は担当がいないからみんなで行くか。
ージしてるよ。どう？腹筋やばいよ。腰が痛いよ。胸森のメンタルの強さを感じたで、こんな恥ずかしいんだって思いましたみんなやったら恥ずかしくないですかね。お前のメンタルもすげえんだよ。では、はい、まあ、なんかこのままぐだぐだ喋っててもしょうがないので、はい、お正月ということで今日はこいつを使って久しぶりあいつをやろうと思います。わしらの苦手なあいつをやろうと思います。よし、活目せよ。言うと、言いたいだけですよ。あの、一発目、ハードル下げに呼んでもらっていいですか。上げてんだよ、下げて。苦手なあいつ。この前の良いところで、魂の火を入れる。では、参るか。はっ。
一回目一発目いけるいけるこの雨漏りの位置が上がるとみんな負けが上がるいきますよ、切られてはいさあ、はい、ということで、うん、ここでいきましょう U&U&チキンチキンかな日本のキーと Q&の Q は戻りました Q&いくぞしっかり自分の気持ちを伝えるっていうこと、
はいはい、中とか やってみようか。何リバーがいいですか。何リバー、トモリバーか、トモブロックかな。トモブロックブラック。じゃあトモドックにしよう。トモドックでいい。じゃあトモドックにもおやつ。トモドック、あの時まで塩だよ。あ、そうだ。このぐらいちょっとおやつ。なついてない、なついてない、なついてない、なついてない。はいはい、トモドック、はい、うんだ、おやつ、うんだ。飼い主、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 うん、はい、うん、飼い主。あの、好きですか。これさっきと言ってること全く違うんですよ。気持ちを伝える、気持ちを伝える。あなたは飼い犬、私は飼い主だぞ。主従関係をしっかり。そう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 。だからおやつだと、おやつ食べないと、飼い主があげてるのにっていう。上から目線で。飼い主があげてるのに飼い犬は食べない。6年間の間にやってると思う。気持ちがやっぱり本気じゃない。本気じゃない。飼い主、飼い犬、飼い主っていう。聞いてないんじゃない。本来 あの犬と人間の関係がこうだと思って、 いかもしれない。そう、でも6年間、7年目入ってそれできるから。その人以外に誰もいなければいいけど。あ、そうか、そうか。お母さんとか見られたらちょっとやばい。あげてたらただのうるさい人。そう、無視したらいいよ。確かなんかちゃんと意見出ないから。じゃあどっか体育館裏くらい連れて行って誰もいない。中学生かはい、無視体育館裏くらい連れて行くって。あれじゃない、あの、でも人間の女子、メスこれ。あ、まあ、どうしてもいいです。メスとしましょう。人間の女子とか、あれでしょ。おなごたちの、おなごたち、髪の毛とか切られるとこう、あ、モテるでしょ。モテる。美容、美容。ああ、ドリバーの人。美容、そう。はいはいはい。やっぱ一緒だと思って。お、散髪をしていい。じゃあちょっと、ちょっと挟んでおけで。はい。ちょっと、すいません、挟んでください。それぐらいのタッチ、あの、ゴーが必要なの。タッチ、ゴー。いきなりスイカが来たからね。これがゴーですか。カット、あの、ゴー。パーマ。パーク、ルパーマヘア。チャーマン、パーマヘア。タッチ。あれ、ちょっとやってみてくださいよ。わかりにくいから。シゲヒラチワワで。チワワ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 。ヒラワ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 。大丈夫大丈夫、とりあえず考えてるから。あ、一回シャンパー、シャンパーお願いします。投げたよ、シャンプーに。シャンプーお願いします。ここにこう、切られることで信頼関係。あ、そうだ、なるほどね。肉体関係じゃないのか。もっと長い犬とはダメ。触れ合いを、触れ合いをね、持つということが一番大事なんじゃない。なるほどね。総合的に皆さんの解説聞いてて、まあ、信頼関係、信頼関係ね。で、あの、主従関係、私主従関係ね。でもまあ、あの、ちゃんと毒殺的、毒殺的、敵がいる、もう犯罪ですからね、敵がいる。ということで、まあ、あの、信頼関係をうまく気づいてくださりませんね。散髪しよう。何で散髪しよう。犬にご褒美ってことね。散髪というご褒美。で、散髪しながら犬、人、飼い主っていうことうまくいく。ね、そうです。では、あの、今日質問をくださったクレさん、いらっしゃいますでしょうか。はい、お、ありがとうございます、質問を送ってくださった方がこの場にいらっしゃった場合、サイン入りの色紙をプレゼントしております。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、6年越しにね、ぜひ馴染んだら結果を教えてください。馴染んでほしいわ。どれで馴染んだの。そうですね。ということで、皆様からの質問は随時募集しております。アドレスは gion.qa@gmail.com でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。続きますか、告知のコーナーです。おい、まず、おい、3月の28日に岡田クラブでお知らせ出演
いたします。そちらではですね、谷小屋ゴーヘイさんの落ち着き、あるやゴーヘイさん、あるやゴーヘイさん、谷小屋ゴーヘイさんと落ち着き大会で お餅つきをね少ししたりとか、それがね食べられるようなので、ぜひぜひね参加いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はいはい、そしてですね、2月3日でございます。生田神社さんで今年も、節分祭、豆まき参加させてもらいます、はい、もう6年連続になるんですよ。おー、6年、1年目から1年目はなんか3人ぐらいでいたらしいんですけど、そうね、そうそう、もう長いことお付き合いさせていただきまして、はい、豆まき、豆まき、そちらもぜひお越しください。そしてですね、秋葉ベースにそのお移しまして、秋葉ベースでも清盛隊の節分祭、アゲハ節分祭にしちゃって、清盛隊節分祭、アゲハ節分祭、行います。わしら一人ずつ考えた恵方巻き、恵方巻きねとか、販売するんですよね、確か販売しますので、ぜひお越しください、よろしくお願いいたします。ありがとうございます、そしてそのもう翌日後、はい、2月4日5日と、セントレア空港、中部セントレア空港愛知県ね、そこに行って、武将大発掘ラッカー、行ってきます、武将大発掘ラッカーということで、わしら博覧されてきます。博覧されてきます。そうですね。皆さんぜひ博覧しに来てください。あと今日もあちらの方で、はい、行ってくると思います。申し込み受け付け、もしかするとここでの受け付け今日までかもわからないということですので、ご希望の方は来日で寄っていただければと思います。する。教科書も合わせて大博覧会2月の4日5日ですか？4日でございますけれども、はい、この、大博覧会にあたって今日も新グッズが出ます。新グッズが出ます。新グッズ出す。デザインしました、私も。お、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 これまでにないものを作ったので、きっと皆様自身で、楽しんで使えるものじゃないかと思います。で、そのものに関してはサンプル、現物が28日に届くんですよ。28日なので、岡田の時には見せれないんですけど、夕方に届くので、なので我らがプロデュースした浅野宮のアゲハベースでサンプルを岡田終わりに飾らせてもらうので、ぜひぜひ見に来てくださいませ、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。では、最後、歌を歌いたいと思います、今年もやっぱりこの歌と共に進んでいこうと思っております、で、発表されたんですね、3月に熊本に行きます。また、これもなんか武将隊のイベントでしたね。武将隊のイベントでも3月の、3、4、5、その辺でしたね。4、5、4、5の3月の4、5はセントリア、3月の4、5は熊本と、行かせていただきます、いろんなことを考えてやっております、まだ熊本大きい、ずっとあれ以降継続して、入り口のところに置いておりますので、よろしければお気持ちを皆さんで出して持っていければいいなと思っておりますので、お願いいたします。では最後、花火が聞いてくださいませ。